はい、ニコルンです。こんにちは。今回はですね、ちょっと新しいメイク道具、コスメがたくさん今集まっているので、ちょっと使ったことないものもあるんですけど、それをちょっと試しながらちょっとフルメイクをしていこうかなって思います。ちょっとメイクをしながらですけど、雑談もしてちょっとゆるくやっていこうかなって思います。っていうことでメイクスタート。はい、ということで私はただいまカラコンを入れた状態のすっぴんでございます。なんかいつもコメント欄にすっぴんで始めるときに、なんかすっぴんが完成だと思ったってすごい言ってくれる方が多くて、とっても嬉しいです。すごい褒め言葉だなって思って嬉しいですね。まあでもなんか多分メイクしてる風に見えちゃうんだろうな。私まつげがちょっと濃いので、しかもまつげパーマもしたから、よりちょっとメイクしてる風に見えるのかもしれない。今回はベースメイクも新しい商品でやっていこうかと思います。あと、皆さん私の YouTube をちょこちょこ見てる人はわかると思うんですけど、後ろのねポケモンたちがすんごい増えていくんですよ。やばくない？わかる人いるかわかんないけど、フライゴンに関しては、これ私が一番好きなポケモンなんですけど、フライゴンに関しては4匹くらいいますね。本当はここをすっきりして大人っぽくして YouTube やりたかったけど、どんどん増えてってる感じです。すいません。ということで、じゃあベースメイクをやっていきます。まず下地ですね。下地はこちら、エスポアのスキンスムージンググローライザー。なんか最近ドンキホーテに行って、なんか渋谷のドンキホーテ、すごい韓国のねコスメゾーンがあるんですよ。うわーって思ってテンション上がって、ネットとかでも買えたりするけど、そのゾーンにね感動して、なんかいろんなもの買っちゃいました。ってことで下地はこちらを使っていきます。下地はこれ多分このプツプツが多分潰れていく感じなのかな。これツヤっぽいタイプのやつですね。なんか夏近づいてくるけど、あえてツヤ肌、マットも好きだけど、最近はツヤ肌の気分なので、ちょっとツヤっぽい下地選びました。まあ、マットにしたい時は、まあ、後からそのマット残したい部分をパウダーとかで抑えればいいかなって思うので。でファンデーションも、これもね昔からいろんなシリーズ私も持ってますけど、これもねドンキでなんか衝動が、クリオのキルカバーグロークッション03っていうカラーです。これはこれもまあ適量取って、これもグロータイプなんだよ。では塗っていきますね。見て顔髪可愛くない？私のねこのプロデュースしてるニコウサちゃんの鏡です。これずっと作りたくて、鏡こんくらいのサイズの鏡ってさ優秀じゃん。だからこの鏡がねやっと完成してすごい嬉しいの。これともう一個ね水色があるんですけど、ちょっとギャルっぽくて可愛いので、どこで買えるんだっけな、なんかね雑貨屋さんとかで置いてあるかもしんない。ちょっとニコウサのホームページを見てみてくださいね。トントンと叩き込んでいきます。私の YouTube このパターンのメイク動画久々だよね。まあ1ヶ月ぶりくらいか。最近は私の YouTube の方でね美容番組が始まったりとか、なんかいろいろ変化があったから、毎週金曜日に私のチャンネルで美容動画が上がるんですけど、それももちろんだけど、やっぱり自分で撮る YouTube も大好きだし、それはねベースにしたいので、毎週1回ニコルン見れるけど、こっちの自分のね自分で編集しての YouTube もちょっとちゃんと撮ろうかなと思います。だから美容番組っぽいのも楽しみつつ、私のこのちょっと適当ではないけど、ちょっともっと緩いやつも同時にお楽しみください。今このライト的にさすごい顔がここにパンって当たってるから顔だけ白く見えちゃうんですけど、ここも割と私は同じ色と。はい、ファンデーション終わりです。すごいツヤツヤすごいツヤツヤです。なんかいい女感ある。次はパウダーですね。これ新しいです。スックのリタッチプレストパウダー、さっさって取ってふわーっとつけます。
これも肌ふわふわにしてくれるし、今みんなマスクつけてると思うからおすすめです。でもそんな何全部マットにしすぎないでくれるからいい。いい感じに女性らしい肌感にしてくれる。はい、で次はハイライトですね。こちらレアビューティーのハイライトです。これを頬の高いところにのせます。高いところと、あと目のここに、あと口のここに塗ります。で、手でなじませていきます。めちゃくちゃ可愛い。なんかゴールドとかはよくあるけど、こういうピンク系のハイライト持ってなかったからすごい嬉しい。立体感あるお顔にしたいので、こんな感じかな。こんな感じでピンクのハイライトが乗りました。乗りました喋り方変なっちゃった。はい、次はシェーディングですね。シェーディングはこちら、はい、リリミューのシアーマットシェーディングの02番です。これで 顔を削っていきます。新しいコスメでメイクするの楽しいよね。なんか私あんま決まったコスメとか、まああるけど、新しいコスメでね全部フルメイクするの結構好きなんですよね。でもこの今日今のところ使ってるベースもまだ1回くらいしか使ってないです。みんなは最近コスメ買いましたか？でもあんまお店でね、あの試せないから今買うの結構大変だよねっていうの関係なく、私は通販で結構バカバカ買っちゃうタイプだけど、鼻の部分にも塗ります。ここでつなげてあって、彫りを高く見せたい。これだけはちょっといつも使ってるの使わせてください。ということで、マックのスキンフィニッシュライトスカーペード、細いブラシで取ろうかな。細いブラシで、ね、ちょっと前もやりましたけど、この隙間を開けるのが鼻が高くつるんと見えるポイントです。アイシャドウはちょっとずっとこれ使ってみたかったので使ってみます。はい、スックのシグニチャーカラーアイズの105番、こちらです。見て、可愛くない？この水色っていうか、なんかシルバーっぽい水色のラメも入ってたりとか、ピンクとか、結構なんか面白い配色なので使ってみたかったので使ってみます。どう塗ろうかなやっと、あたちゃんと初めて使うコスメなのでちょっと考えながら塗ろう。だから、まあ、ベースでこう薄くまず全体的に塗ろうかな。では塗ってきます。もうこれは手でいっちゃう。結構薄くていいかな、この繊細なやつを目立たせたいから。たまにはアップにする、見たいかな。この画角めちゃくちゃ久々。繊細なラメなものをここに塗っていきます。はい、はい、かわいい。シアーな感じでかわいいかも。なんかほんと儚げな雰囲気になるな。でもピンクが混じってるからなんか可愛らしくも使えそう。このピンクっぽいのとここをちょっと混ぜながら目の下に塗っていこうかな。喋りながら、締める感じで。この囲みも可愛いから、この同じやつをちょっとこの二重のここのアイラインみたいに引いていきます。
マジ即興メイクなんで。ブロメの終わりかけくらいから弾いていく感じにしました。マスカラはこちら RMK のハイボリュームマスカラ02番のやつです。これも新しい茶色のタイプですね。全体にジグザグ塗っていきます。私はマツパしてるのでもうビューラーはなしでいきます。本当だ、ボリュームって言ってるからすごいボリューム出る。で右も中がいい感じ、すごいいい感じです。でまつげ結構ボリューム出たので下も同じ風に塗っていきます。あ、こっち見てやろうとしたらついちゃった。でこのマスカラでちょっと眉毛もちょっと立たせていきたいと思います。結構撮影でマスカラを眉マスカラみたいに使うことも多いので、あのここをねちょっと立たせてちょっと濃い眉毛にしていきます。ちょっとだけね。これでってさ感じのさやり方だよね。でも撮影で結構ね、ほんとマスカラをね眉毛で使うこと結構多いんだよね。代用してる。何ここをすごい仕事で立たせるの、ビビのお仕事で雑誌の。でもこれが外国人っぽくてかっこいいみたいだよなんかちょっと真似してみてる私も。ここを立たせるって感じ、かっこいい、なんか芯のある女性に。で足りないところを眉毛ちょっと描いてあげるだけで大丈夫だと思う。てかこのアイシャドウで描けるかもしんない、ここでマジで雑すぎてびっくりするよねみんな。生え際だけマジでマスカラでいけるから眉毛。これでも立たせて、眉毛の完成です。でこの前髪今薄く伸ばしてる状態なんですけど、ここから見えた時もちょっとかっこいい感じに見える感じかな。ここを立たせておくと。アイラインも RMK のソフトメタリックアイペンシルってやつをちょっと塗っていきます。メタリックのアイライナーですね。ちょっとだけ足します。同系色だ、同系色だから馴染んだ、すごい。リップはエチュードのクシングティントミッドナイトモーブ、これも新しいやつです。今初めて塗ります多分合うかなと思って。なんか髪の毛やったらうち裸もみたいに見える、ね、服着てますってことで口に、ああかわいい。ちょっとオーバーめに作っていきます。うん、めちゃくちゃ可愛い色、なんかちょうどいいね。この今の黄色いお洋服にも合ってる、このちょっとピンクっぽい感じの、しかもふわふわした感じの唇になります。可愛い、すごい。ゴールデンウィーク多分どこにも行けないと思うから、なんか見たい YouTube とかありますか？なんか私もちょっとみんながお家にいる時間をね楽しめたらいいなと思うので、なんかリクエストがあったらあのコメントに書いてください。コメント結構全部、てかコメント全部私見てるので、その中のなんかアイディアとかあったらぜひ私やってみようかなって思うので、ぜひやってほしいメイクとか、まあなんか見たいものとかぜひください。でリップを上からこのジバンシーのねローズパーフェクト201番、こちらも新しいものを塗っていきます。ちょっとツヤっぽさも若干欲しいのでこれを重ねていきます。色味は似てるかな。うん、いい感じ。
このパッケージも可愛いよね。こういう色味大好き。ちょっとくすんだピンクみたいなの可愛い。すごいお気に入りです、はい、で仕上げにチークを最後に塗りたいと思います。こちらです。はい、レアビューティーのチーク。なんかこうやってきたんだけど、なんかちょっとなんか出ちゃってるんだよね。何が起きたのか。セフォラでね買ったんだけど、通販でも。いっぱいこういう、今まではハワイに行ってたりとかするときにセフォラ行って新しいコスメをねいっぱい海外の買ってたんだけど、最近買えなかったから、でヘアメイクさんがセフォラの通販あるよって教えてくれて、はっって思って、あ、今まで海外コスメ全然買えてなかったのいっぱい買えるじゃんって思って、日本語表記にもできるので、その通販がね、それで買いました。ちょっとこのさっきハイライトやった部分あたりにちょっと足します。こんな感じかな。はい、ということで新しいコスメを使ってメイクが完成しました。目はキラキラしてる感じで、でボリュームのあるマスカラを塗って、このアイラインがねカラーなのがポイントかな。でツヤっぽい肌にして、リップもちょっとピンクすぎずオレンジすぎず絶妙なカラーで、すごい大人っぽくて可愛いです。で眉毛は立たせて、結構いいんじゃないか。新しいコスメでいい感じにメイクができました。まだねたくさん新しいコスメねあるんですけど、随時また新しいコスメ使いながらメイクしていきたいと思います。はい、ということで以上です。私の最近の新しく仲間にしたコスメたちでメイクしてみました。またなんかやってほしい動画があればぜひコメント欄に書いてください。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。